マツコ、大ファン、ロバート秋山のクリエイターズファイル、新キャラクターを提案。お笑いトリオロバートの秋山隆二が、9日放送の日本テレビ系バラエティ、マツコ会議、毎週土曜51時に出演する。芸歴25年目の秋山が様々な架空のクリエイターに扮してインタビューに答える人気企画、クリエイターズファイルのキャラクターがついに100人を突破。今回はマツコデラックスと中継をつなぎ、それぞれの特徴や誕生した秘話を深掘りする。2015年にフリーペーパーの企画として始まったクリエイターズファイル。マツコは以前、番組のロケで訪れたお店にそのフリーペーパーがたまたま置いてあったことがきっかけで、秋山の活躍を知ったという。秋山くんこんなことしてるんだと驚きとともに今日に至るまでに投稿されている動画をくまなく見るほど好きだという。私本当に嬉しいの？これ、クリエイターズファイルがものすごい巨大産業になって、と、立ち上げ当初から知っているがゆえに興奮が隠しきれない様子。特に秋山が女性に扮するキャラクター、銀風の塔グループ CEO の大垣節子やその後に誕生した、トータルファッションアドバイザーの陽子淵神などの虜だという、陽子淵神が出た瞬間は革命が起きた感じだったわよね、と当時の心境を語った。次々とマツコの好きなキャラクターが語られる中、マツコは各シーンに登場するエキストラにも注目をしているという。ドイドのママの会のエキストラの演技はすごいわよと細部まで分析するマツコに、エキストラのこと言ってくれるのはもう、一番こだわってます、とあまり気づかれないこだわりポイントさえも見抜いてしまうマツコに驚きと興奮を隠せない秋山。さらに、マツコが一番好きなキャラクターだという、フポ法人、ガーベラ、代表清瀬雅子。それを聞いた秋山は、それ、好きって言ってくれて、嬉しいですね。大好きなキャラクターです、と共鳴し合う一面も。二人の感性やこだわりなど、価値観が非常に似ていることが明らかになっていく中、マツコが秋山に新しいキャラクターを提案。新たなクリエイターズファイルを考える。番組後半では人気がなかなか出ず伸び悩んでいるというキャラクター、トータル、ノーガズムトレーナー、パール川辺が登場。その原因をマツコにも探ってもらうべく渾身のパフォーマンスを披露。パール川辺の人気が伸び悩んでいる理由とは、マツコが徹底分析する。